はい、どうぞ。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。中村達夫先生。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう、まあ、小島さんの話はこの辺にして、ちょっとちゃんと明るい話題の質問をしたいと思います。せっかくね、イギリスから来てくれたんだから。そうですね。全空連が初期の極真を加盟させようとしていた頃、料亭で笹川会長が大山先生の前に2億円を積み上げて誘ったという話は本当でしょうか。それらしきことは私が内弟子の時に聞きました。1億じゃなかった。その金額は覚えてないです。うん、ただ、うん、あの、だから、あの時大山館長ですね。はい、その魅力があるんですよ。だからそういう話が来るんですけども、でも大山館長の場合は、まあ、いつも、いや、俺は俺の組織だけでやるみたいな。当時、全空連はやっぱすごく大きかったじゃないですか。そう、まあ、今もそうですけども、オリンピックなぐらいの大きい組織なんですけども、はい、で対して当時の極真ってその全空連より大きかったんですか。いや、空手バカ一代が出てからですね、本当にあの大きかったね。すごい、うん、あの頃って第1回2回3回ぐらいの時だから小さかったと思います、ね、小さかったですね、はいはい、じゃあその人気が出る前の極真に目をつけたと。人間をあのなんか目をつけたんですよ、大山先生の。人間を目をつけた、うん、技術部長として招待したかったということで、はいはい、技術部長の地位を上げとくからあのなってくれないかというオファーを受けたというのはちらっと聞いたことあります。なるほど。じゃあその技術部長っていうポストをじゃあ用意してた、全空連の中で。じゃあそういった意味では笹川会長は先見の目はあったんですね。やっぱあったんでしょうね。人を見る目があったんでしょう。だから欲しかったんでしょう。大山総裁は欲しかったと。欲しかった。なるほどですね。ただ総裁はほら、はい、傾向となるも牛語となる流れでね、はい、鳥の頭になってもいいけど牛の尻尾になるなと、うん、になるなってそういう考えにちょっとあったみたいですね。あ、まあ、まあ2億円にしろ1億円にしろ当時で億って言ったら、ね、いや今は考えられないよね。今だったら10倍ぐらい。5億か10億ですから、あの本部のね、なんとかもっと大きな道場を作るための、はい、頭金ぐらいになったんじゃないですかね。なるほど。それでも大山総裁は蹴ったと。まあ他力本願みたいなことやりたくなかったんでしょうね。いや、目の前にこう現金のこう、いや、俺だったらもらっちゃう。いや、もらっちゃいますもらっちゃいます。いや、ありがとうございます。いや、カンカン立てたよ。当時は都内でも家が3軒ぐらい買えたでしょ。ああ、そんな現金でも動かなかったと。これは相当強い信念があったんですね。そういうとこはね、総裁やっぱり偉いとこあったんじゃないですかね。はい。で、ちょっとですね、今、ちょっとさっき浜井先生の方にもお聞きしたんですけども、はい、週刊新潮の4月27日号で、マス大山コインの詐欺事件についてちょっと取り扱った記事があったんですけども、先生、この事件に関してご存知ですか？全く知りません。じゃあちょっと判決が出ちゃったんだ。あ、そうですか。意外でした。ちょっと読み上げますね。マスコイン詐欺の東京地裁判決が3月28日に出たそうです。被告は一般社団法人大山摩擦極真会館と、キクコ代表理事とアキラさん。キクコ代表と極真会館も半ば了解していたと原告主張が認められ、1210万円の支払いを命じられる全面敗訴とのことでしたと。キクコさん、アキラさん、共に出廷尋問をすっぽかしたそうで、控訴しても判決は変わらないと思われますが、キクコさんは1210万円を支払えるのでしょうかという質問が来たんですけども。うん、先生、これいかがでしょうか。いやー、そんなことまで起きてるんですか。まあ、その、まあ、ビットコインみたいな仮想通貨があるんですけども、はい、まあ、その仮想通貨を、まあ、マス大山コインっていう名を付けた仮想通貨を作って、まあ、このコインを買っとけば、まあ、数年後には値上がりしますよと。上場するって言ったんです。はい。ということで、この詐欺として、こう、事件になったんですけども。何年前が一番の発端ですか？発端っていうか、始まり。ああ、これ何年前？いや、もう5、6年前ですか？そうですね。もう、はい。で、まあ、現在、その、総研の方、まあ、遺族の方から、総裁が着ていたスーツや、まあ、
折ったあの牛、有名な 牛の角だとか、はい、あの牛と戦った時のパンツだとか、曲げくんの果てにあの総裁直筆の日記とか、その写真のアルバムとかまで売りに出されているということなんですけども、まあこの問題に関して先生いかがでしょう。そうですね、本当だったら大山総裁だけの博物館っていうか展示会場とかなんか本当は作ってほしいですよね。そのところにあの展示してほしいですよね。あのね、これは2年前にね、差し押さえされてたのよ、本部道場が。ああ、なるほど。それ差し押さえられたってことは、いろんなことに金使いすぎて差し寄られちゃったのね。それが1年間数前にね、売れてね、あの結局他のところに売って差し押さえたとこじゃなくて、売ってそこに差し寄られされの金払ったらしいんだ。あ、ところがまたこれ1200万来てるでしょ、うん、これね、要するに初期に松井館長が、あの一人100万ずつ払ってくれてたのを300万で道場借りて300万渡してたのよ、遺族に。あ、結構の額ですね、うん、だから頑張ったのよ松井出荷館長もね、うん、でそれやってたんだけど、その出てってくれともっと利権があるんじゃないかって遺族勘違いしちゃったんじゃないかな、うん、で取り返そうとしたでしょ、うん、あ、その300万もらってたの僕は絶対楽だと思うんですよ。それは楽ですね。でね、それでいてね、問題があったのはそのね、一番問題だったのはその300万を何年かもらってたでしょ、1年か2年か、はいはい、その後ほらあの梅田先生と老先輩が補金になって、うん、グレートマウンテンの金の訴訟を起こしたんですよ、うん、で俺にも出てくれと、なぜかって私が補金人だから、そのなんでこの基金ができたのかということを説明来てくれって言われて、裁判で証言したんですよ、その時に言ったのはね、これはグレートマウンテンの金っていうのは会館を建設する金だと、だからこれは松井君が私物化すればおかしいって言ったら、松井君はもう諦めて2億5500万のうち1億は手付け流れで流れちゃってたのね。で5000万は三峰の責任になってるんですよ、うん、で1億5000万ちょっと使っちゃったんで、残りの1億をどうするかって言ったら、松井君やっぱり勝てそうにないんでって和解して1億円払うって言ったんです、うんうん、ただそれがすぐ1億払うんじゃなくて、分割払いにしてくれて3、4年かかって毎月200万ずつ、うん、ところがこれ裁判するときに弁護士に費用払ってないんで、弁護士は出来高でやってくれたのよ、2割で、成功報酬2割だったんで、200万のうち3、40、40万くらいね、弁護士が取って、キッコちゃんの時は150、60いってたと思う。これが4年続いて8000万来たんですよ。うん。すごい金額です。大金ですよ。だから、僕は何を言いたいかったら、最初にその松井君が300万ずつずっと払ってたと。うん。その後に我々がね、良かれと思って遺族に、8000万持っていっちゃったと、4年間ね。うん。これ確かね、全員に聞いたはずですよ。あのこれ茶帯から黒帯にする、まあ黒帯で2段にするってアイデアも出たんだけど、そういうので2億5500万集まったんでしょ。そしたらこの1億戻ってきたけど、ほとんど全員に連絡行ったはずなんですよ、これどうするかって。そしたら梅田先生と老先輩、濱井もどうだと、遺族に返すのいいんじゃないかと。1億じゃもう会館立たないから、遺族に持ってって、あの親、あの遺族を応援するのが筋じゃないかっていうんで、みんな賛成してくれたんですよ。それで遺族のとこやっちゃったと。ところが我々がね、そういう親心というか、その恩返しのつもりでやったことがね、キッコちゃんやっぱ勘違いしちゃったんだろうね、これ利権になるって。で、あぶく銭を最初のその300万もらったり、あるいは我々が8000万持ってったことだよね、うん、じゃあ最初からそのお金の流れ、あのなんかお金を渡すっていうことに対して意味を理解させなきゃいけなかったんだね、後になってからはね。だけどね、恩着せがまわしく言うこともできないし、うん、こういう金が戻ってきたから結構ちゃんね、あの遺族として使ってくださいとしか言いようがないじゃない、うん、だそしたらね、どうも勘違いしちゃって、極真教育館には利権があるというふうにもう取っちゃったんじゃないですかね、うん、だからあのまともに働いてないでしょ、結構ちゃんにしても、このアキラ君っていう息子さんにしてもね、なんかね、あのその訴訟のやつ見たらね、の騙された女の子がね、飲みに来てくれてて、最初は恋人になったりね、そのお店で70万50万使ってくれたって書いてあるんだよね。あの私悪いけど、飲み屋で70万使ったことないよ。そうですよ、相当ですよね。だからね、我々が汚れと思ってやったことはね、それこそ西郷隆盛じゃないけど、子孫に美伝を残しちゃって、うん、
そのために逆に、あの、遺族がダメになってしまったんじゃないかって危惧があるわけですよね。世の中の仕組みが勘違いしちゃったと、うん。そういうふうに受け取ってしまった。だから残念だねって。ものすごく、我々も良かれと思って8000万持ってたのは、何にもならなかったという話になってるんですよ。これ、本当に、あの、心から残念ですよね。ああ、そうですよね。普通に働いて、まあ、息子も働かせて、そこに8000万入って貯金しておいてくれたら、それこそ小さな桝大山記念館くらいできたと思うんですよ、8000万あれば。まず8000万って相当大金ですからね。うん、それはね、生活費で使えたらそんなのすぐなくなりますよ。うん、だけど、働きながらで8000万こうやって入ってきたら、うん、それはそれでね、まともな金としてずっと扱えるんだから。うん、はい、まあ考え方によってはそのまま8000万ね、そのまま持ち続けることも可能できるんですよね。そうそう、できますよね。うんうん、貯蓄として。あそこ、例えば松井くんが近くに道場借りちゃったじゃないですか。はい、メトロポリタンの横に、はいはい。新道場借りあれ、あのまま貸してたら松井くんが修理しながらやってた可能性もありますよね。大いにありますね。先ほどですね、浜井先生の方に質問して、この質問だったら、辰夫先生の方が知ってるんじゃないかということで、ちょっと今あるんですけども、はい、若字資料に入るには、練習生側が200万円用意する必要があるとの噂を耳にしたんですけど、本当でしょうか、ね、それはね、私の時代は、それはなかったです。もう片手、ただで、うん、体の身を持って、はい、うん、あ、じゃあこのなんかあの支度金じゃないですけど、こういう払うってことはなかったんですね。ですからそれは私がイギリス行った後に何年か、かなりの年月が経ってからじゃないかな、 5年ぐらい後に始まったかどうか、うんうん、いや私の弟子の奥村君っていうね、はい、あの生徒が入った時もそんなもんなかったんですよ。だから多分ね、1979年から、うん、83年ぐらいの間に何か、あ、うん、今度はそのうち弟子のね、うん、入寮の仕方が変わったんじゃないか。やっぱりほら、人気が出すぎて、ほら、そうです、あの寮に入りたい人が山ほど来たらしいんだよね。あ、だから選別するようになったんでしょうね。その中でも小山総裁にとって松井館長っていうのは特別な扱いだったんですかね。松井君がどちらかというと、その上位に食い込み始めてから、なんか大山総裁もやっぱりそういう見方が出てきたんじゃないかなと。あ、まあその件に関してもちょっと質問が来てまして、大山田先生のビデオで護身術を教えるという場面があって、本当は頭突きをして金的を蹴るのが一番だけど、こういう護身術もあるというのを知っておくのはいいと話されました。その後、真実を教える際の相手として、松井翔慶さんを選びました。後ろから襲ってきてと、大山先生が言うと、松井さんは胴のところを使いますが、大山先生は違うよ。後ろから襲ってくる奴は大抵襟首を掴んでくるんだと言います。しかし、松井さんは押すと言いましたが、ふくれっ面でしたと。大山先生はそうか、後ろから襲われたことがないかと言って、怒ったりもしませんでした。その他でも、松井さんは大山先生に何を言われても、ブスッとふてくされた感じですと。しかし、大山先生は怒ろうともしませんでしたと。こういう場面をビデオで見ると、やはり大山先生は松井さんを後継者にしたかったのではと、そう思いますが、どう思われますかと。いつからそういうふうに思い始めたかわからないですけどね。まあ、とにかく、あの、大山総裁は、やっぱり、その、上位入賞と、それから、まあ、100人組でできたら、それから、全日本3連覇と。そうですね。うん、それからある程度の、まあ、学歴あるとか。あとあれだよね。ほら、基本が美しいっていうのと、華麗なる蹴りができるっていうのは、総裁好きだったからね。あとは、スター性とか。あ、スター性、はいはい。まあ、そこが一番かもしれないですよね、スター性。で、まあ、ここの護身術の際に、まあ、その浜先生にちょっとお聞きしたいんですけども、まあ、確かに、後ろから襲うやつって、こうはいかないかもしれないですね。そうですね。こう来るかもしれないですよね。まあ、その可能性あるよね。まあ、昔のその大山総裁が護身術を教えるっていうのもあったんですか。あのね、極真の基本の中にこれほら円形逆突きってあるじゃないですか。円形逆突き、円形逆突き、前屈立ちで立って、はい、こうやって逆突き、はい、でこっちでこう急所をカバーして円形逆突きやるんですよね、うん、それってあれ何かって言ったら後ろから来るやつなのよ。あ、こうやって向いててこうやって掴んできたやつを引っ掛けて叩くってやつだな。で、最初に金的攻撃されないようにこっちカバーするんだよね。
カバーしてから引っ掛けて客付きやってるわけ、うん、あれどう考えても後ろから来るやつだよね。そうですね、うん、だからチャンバラやって、はい、四方八方からこうかかってきた時に、はい、うん、そうですね、はい、でこう剣で受けて、はい、なんか、はい、そうそうそう、それと同じなんですよ。でまた次後ろ、はい、でまたこっち行く。だから総裁はそれを松井君を相手にやりたかったの。多分こうやってこう来るでしょ、はい、首掴むでしょ、はい、だからこう回して逆突き、はい、でこっちから来るやつはこう金的一回カバーしてから逆突き、はいはい、これ払ってみたいな。そうそうそう、要するになぜ金的かったら、はい、これ叩くでしょ、はい、叩いたらこれをねすぐ叩くんじゃなくてこうこうこっからこう、金的ガードする。ほんで、円形で逆突きやる。後ろから来るやつ、はい、で、また金的カバーして、円形で逆突きやるんですよ。はいはい、これを総裁したかったんで、はい、お前首掴んでこいっていうことだったと思う。だけど、こうやってやっちゃったと。だから、この技が極致になぜ残ってるかって言ったら、はい、総裁昔後ろから襲われた時に首掴まれたんだと思うね。だから、それをこう引っ掛けて円形逆突きやったんじゃないかって想像はできますよね。なるほど。まあ、自分の経験が、そう。実践の経験が、そういうふうに、その基本に、うん、加わった、あれじゃないかなと思うんです、ね。だから円形逆突きは有名ですよ。円形逆突き。あ、今現在ですね。みんな知ってる、知ってます。浜井先生の方で、五神空手道といって、新しいこの五神術に長けた空手をやってるんですけども、はい、先生、これについていかがですか。いや、これは、もうすぐ賛同しました。私がイギリス行って、はい、一番最初に、なんていうか、ボクシングとか、はい、そういうのを生徒の中にうまいのいるんですよ、はい、でそれをやった場合に実際にそのルールでやったらこれは勝てないなってのがあった。だから私も最初はこのボクサーの経験があるその人にお願いしますって言ってそれで習ったことありますよね、はい、うん、まあ、その中で浜先生のルールとして、まあ、一番特徴的なのが顔面筋的やり、ね、それ筋的なんです、はい、だから私だったら多分瞬発力とかそういうのでもうちょっと点数稼げたんじゃないかなと。で極真の大会はここやっちゃいけないここやっちゃいけない、はいはい、そうすると体の小さいものは前1回戦2回戦3回戦までいいですけど、うん、3回戦4回戦って体もボロボロになってくる。あ、それで体力差でそうですよ、ね、それでじゃあ100キロの人と、まあ、80キロの人とやった場合に私らみたいな67キロの人間はちょっとう、ね、うん、もう歯がこぼれちゃうわけですよ。だから刀持ってても歯がこぼれた歯であれね、すねぶつけしてたり打ち合いするでしょ、はいはいはい、歯こぼれするんですよ、はいはい、腕パンチも蹴りも、はいはいはい、蓄積されますからね。そうです、うん、トーナメントだからね、あれ全日本はね優勝する前に7回戦うんですよ。ボロボロの歯こぼれになっちゃう、プラス延長が、そう延長あるから、それは体力ある方が絶対有利ですよね。そうですね、体が削り合いだから。ただし金蹴りはやっぱりそうですね、練習してやったらちょっと体重身長すごく緩和されますよね。緩和されますね、うん、緩和される、うん、で先ほど浜井先生の方にもお聞きしたんですけども、体がちょっとボロボロになっていくと、はい、いうことで、先生はちょっと今整体方ですね。そうですね、はい、の方をちょっと専門でやられてるということで、はい、はい、これです、はい、ちょっと映してください、はい、これ中村先生の本ですから、これ、はい、ちょ縦見せてください、はい、ほら中村式って書いてある、はい、中村式骨格矯正術、はいはい、腰痛肩こり体調不良改善、はい、オックスフォード流、はい、ということで、先生これはオックスフォードに行かれてから学ばれたんですか。そうなんです、筋肉のテストが入ったので、はい、こうだろうなああだろうなっていう、はい、なんていうかね、まあはっきりと 100% じゃないことを、はい、うん、みんなにこう、はい、言ってきたことがこの筋肉のテストをしたために 100% こうだああだと言えるようになって、はい、診断にその痛みどういう原因で起きてるか、それを診断にものすごい活躍したんですよ。今さっき浜井先生におっしゃられてたんですけども、うん、こう年を取ってくると背骨がこう縮まってくると、で身長も小さくなってくる、はい、それは人間はね誰も椎間板っていうのは持ってますね、はいはい、あれはジェリー状の状態なんです、はいはい、で、あれにはクッションみたいな。そうです、はい、クッションです。で、スポンジの役目してるわけですよ、クッションで。はい。はい、それで、若い時は、その椎間板に水虫さがあって、熱いんですよ。はい。で、一箇所ごとに、この椎骨と椎骨の間に
椎間板ありますから、はい、それが二十何箇所も、うん、水分が少なくなってきて、潰れてるとこ薄くなってきて、うん、そうすると人間の身長もこうなってます。だから、例えばまっすぐであっても、もうそれは縮むのはしょうがないです。これはどういうふうに対策したらいいんでしょう。対策は、痛いから治療するんじゃなくて、やっぱり筋肉とどこの方向に働いてる、働いてないかを、あの、なんていうか、そういう治療師が分かってて、それをやる。そうすると、あの、ただ、疲れにくい体、うん、睡眠の、なんていうか、うん、そうですね、睡眠の濃さ、はい、濃度が非常に高いと。質を。質が。はい。はい、それから、頭も常に冴えてる。はい。はい。ただ、寝た分だけ、起きたらすぐに目がスッと。うん。まあ、さっき浜先生も言ってたんですけども、バーベルを担いでやるスクワットが一番良くないって。良くないです。先生どうでしょう。良くないです。良くないですか。彼はベンチプレスで300キロ、スクワット400キロ近くやってるんだ、ね。それ体悪くなる気がするやつ。もう僕ね、肩も肘も膝も腰もガタガタ、首も悪いんですよ、ね。それはだから自分の限界を超えた時が何回もあるので、それと年齢とともに、これは25枚だったら、27までだったらとか、32ぐらいまでとか。決めとかないとダメだね。それから、あのそういう骨格のバランスを取りながら、あの痛いから取るんじゃなくて、ちょっとここ3箇所ずれたからここ、それでその限界を。40過ぎたらガクッとすごい痛いとこがいっぱい出てきたんですけど、先生。うん、それはあの、食べるものに対しても、はい、あの、酵素とかそういうのがだんだん少なくなってきて、消化、栄養に変える力がなくなってくるんです。これはもう全員一緒です。で、工夫によって、5歳とか、7歳ぐらいだったら、あの、なんていうか、それ延長できますけども、はい、やっぱり40になると、誰もそれが。先生、自分は主食の炭水化物源を玄米に変えてるんですけども、